どうもさす、今回個人的に2024年夏アニメ週刊感情むき出しランキングやっていきたいなと思います。このランキングは面白さ度外視感情の赴くままランキング作っております。対象作品は8月4日日曜日から8月10日土曜日までに放送されていて、私が視聴した作品となっております。個人的な感想なんで、ぜひ皆様のご意見もお聞かせください。ってところで早速トップ5発表してまいります。真夜中パンチ5話っていうところで、私ですね、真夜中パンチのいいところって、その面白いおもんない関係なくですね、脚本と演出がマッチしてるところ、ここが素敵なポイントだなーって思ったりしてるんですね。で、第5話に関しましても、それはですね、遺憾なく発揮されていたんじゃないかなっていうところは、思った次第でございまして、今回はですね、その吸血鬼の皆様が、無人島で動画撮影するっていうお話だったんですね。まさきからの命令で、することになったんですけれども、その中で、その吸血鬼の皆様はですね、なかなかうまくいかないんですね。それがずーっと描かれていましたよと。じゃあ、その一方、まさき何やってたかっていうと、自分自身が出演する動画撮影の準備をしておりまして、で、ほんで実際、撮影しようとしたんですけど、やっぱトラウマあるんで、誹謗中傷されたっていうね、トラウマがあって、結局撮れなかったっていうシーンになっていったんですね。で、その時なんですけど、その2階の廊下の柵ですかねっていうところから、まさきが、囚われているという、トラウマに囚われているっていうような演出があった中で、うまく撮影できませんよという、ところから、シーン変わりまして、リブの描写になってくるんですね。その吸血鬼の皆様ですね、血忘れてしまったんで、全然力が出せませんよと、その省エネモードになっちゃって、もう何もできませんと。で、さらに、台風近づいていて、もう撮影もできない。で、洞窟の中にいて、リブもリブでうまくいかない。要は、囚われているっていう描写になってくるっていうところで、この二人がですね、違う意味で囚われているっていうところを繋げてくるっていうところも、面白いなって思ったりもしますし、最後のシーンですよね。リブたちって、そもそも吸血鬼なんで、光の当たるところに出れないんですよね。で、さらに吸血鬼なんで、表舞台に出れないっていうところで、日の目に当たることってできないんですけども、でも、まさきのおかげで、その日に当たるような、人生今遅れてるっていうところで、光が差すところからまさきがですね、リブたちに言葉をかけているっていうのもすごくいいなって思うし、結局そのまさきがですね、光の当たるところにいたんですけど、影の中入ってくるんですよね。これっていうのはそのまさきがですね、現状陰ながらリブたちを支えているっていう、だからこそ影に入ってきたんだなっていうところで、すごく演出が脚本にマッチしてるんですよ。ここが、素敵なポイントだなって思ったりもしてましたね。で、あともう一点ですね、いいなって思ったのは、今回まさきですね、その撮影のためにずっと寝不足なんで、クマできてたんですね、目の下に。なんですけど、心配して、リブたちのために思って、涙をしたことによって目が赤くなってるって、その目元の変化っていうところも、良かったなっていうところで、話の内容の面白さがもっと上がってこれば、めちゃくちゃ作品自体の面白さも上がるんじゃないかなと思ってる次第でございます。女神のカフェテラス18話っていうことで、私こういう話ほんま弱いんですよ。家族の話、すごく弱いっていうところで、今回ですね、アミちゃんとおばあちゃんの話に、終止符が打たれたっていうところで、そのアミちゃんのおばあちゃんって認知症なんですね。っていうところでアミちゃんのことも忘れちゃってるんです。お前誰やねんみたいな状態になってて、で、自分のことを忘れちゃったおばあちゃんをもう認められないっていうところでアミちゃんも傷ついてるっていうところがずっと描かれていたんですけど、これどういう風に解決したかっていうと、老人ホーム行きましたよと。で、面会しますよと。アミちゃんのおばあちゃんに対して、お前しっかりせんかいみたいなことをこうズバッと言うんですね。これなんでこんなセリフを言えるかっていうと、ハヤトの夢の中におばあちゃんが出てきたんですね。若彼氏頃のおばあちゃんが出てきたからこそ、背中を押されてアミちゃんのおばあちゃんに力強く言葉をかけまして、でその力強く言葉をかけられたことによってアミちゃんのおばあちゃん記憶戻りましてですね、アミちゃんのことも思い出したっていうですね、もうめちゃくちゃ感動しました。私。ボロ泣きしちゃいましたね。いや、ほんまはダメなんですよ。老人ホームで大声出すとか、ダメなんですけれども、いいやん。なんか、良かったんですよ。単純に、ストレートにいいなと思いまして、泣けたんでね、今回、用意にさせていただきました。実際その、アメちゃんのおばあちゃんって、絶対治らないっていうね、病気やったんですけど、それ誤診やったってことで、実は治りますよって、その、大丈夫と思って、その、病院、老人ホーム大丈夫ってめちゃくちゃ思って、絶対毎月ね、定期検査してるはずなんですよ。その時に見つけられなかったってことは、それ、定期検査サボってたってことでしょ。で、今回、ちょっと兆しがあって、しっかり調べたら誤診だったってことは分
かったってことだと思うんで、その老人ホーム大丈夫ってめちゃくちゃ思いましたね。アミちゃん、移動させた方がええんちゃうのみたいな、そのなんか友達みたいなおるかもわからんけど、みたいな。ちょっと心配になったんですけども、感動できたんで、OK です。あと最後ですね。銭湯でアミちゃんがね、ハヤトに思いっきり胸を揉ませるって、いいね。羨ましい、ハヤト。あんな大きい胸を揉めるだなんて、羨ましいわ。で、これ胸揉まれることによってアミちゃんも、ハヤトのことを男性として見たりするんですかね。わかりませんけれども。いや、今回感動できたんでよかったです。デリコツなアサリ1話っていうことで、この2024年夏アニメの新作作品の中で、一番最後に、放送スタートした作品なんじゃないかなと思いますね。そのデリコーズナーサリー、トランプシリーズっていうね、作品なんですけど、私トランプシリーズめっちゃ大好きで、その舞台なんですよ。トランプシリーズって。私何作品かね、見に行かせて、いただいていたり、DVD で見たり、してるんですけど、ほんと面白いんですよ。トランプシリーズ。それがこう、アニメ化っていうところで、で、そのトランプシリーズの舞台全部脚本を担当しているのが、今回ですね、アニメの脚本も担当しております、末光さんなんですけど、いや、ずっとおもろいから、見てほしい。第一話もね、私、つかみとしては良かったんじゃないかなって思いますね。その、吸血鬼の中で、なんか殺人事件が起こってると、これをこう、解決せなあかんってね、なってるんですけれども、でも、子育てもせなあかんから、ちょっと事件関与できませんや、みたいな流れになっていくわけですよ。これ面白いですよね。命を奪う、殺人事件と、命を育む育児を同時進行で描いていくんですよ。いや、面白そうだなっていうところがあったんで、ぜひともですね、デリコーズナーサリー全くチェックしてなかったわって方は、1話だけでも視聴してみてはいかがでしょうかというところでございます。おすすめです。VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってた5話っていうことで、内容に関しましてはですね、何にもお話しすることはございません。ただただ下ネタを連発していただけなんで、何も話すことないんですけど、エンディング良かったね。めちゃくちゃ良かった。この V デンもですね、エンディング毎回違うんですが、今期そういう作品すごく多くて、なんかカバーするみたいなね、エンディング多いんですよね。ロシデレなんかも毎回カバーしますし、負けヒロインが多すぎるも、第5話からエンディング変わりましたけども、カバーソングになってる。V デンもカバーソングなんですけど、このロシデレとマキーンとね、違うんですよ。めっちゃコアな曲をカバーするんですよね。で、だから、次何カバーすんのっていうワクワク感が V デンは一番強いかなと思ってます。で、第5話がね、踊る赤ちゃん人間カバーしたんですよ。誰が知っとんねんっていうね。誰がそんな曲知っとるんっていう話で、これ大月健二さんの曲なんですよ。大月健二さんと吉高文彦さんの共同楽曲になって、知ってるんですけど、こんなん普通知らないですからね。もう知ってる人って、ごめんなさい、ストレートに言いますけど、おっさんなんですよ。おっさんしか知らない。で、私はね、なんで知ってるかっていうと、おっさんやからっていうところもあるんですけども、この、踊る赤ちゃん人間って、その、筋肉少女隊がカバーしてるんですよ。で、私、筋肉少女隊からこの楽曲を知ってたっていうところがあって、こんなコアな曲やるっていう、めっちゃびっくりしましたね。で、今回、歌ったのは、そのキャラクターではあるんですけども、かやのあいさんなんですよ。かやのあいさんの、この、踊る赤ちゃん人間が聴けたっていうところで、もうめちゃめちゃ大興奮でしたね。で、ちなみに、筋肉少女隊で私が好きな曲は、リンゴ、もぎれ、ビームでございます。推しの子、17話ってことで、もう、めちゃくちゃ泣きました。そのメルト君の努力ですよ。いや、こんなん泣かない人おんのっていうぐらいですね。いや、ボロボロに、泣かせていただきましたので、やっぱ感情がすごく動いたっていうところで、第1位にね、させていただいた次第でございました。いや、私ね、メルト君の、立場になったらね、私がね、メルト君やったら、努力しないと思うんですよ。今日はうまくいかんかったな。ええわ、みたいな。形になるんじゃないかなと思ってます。そこからメルト君って努力できたんて、いや、めちゃくちゃすごいなと思って、大抵の人ってうまくいかないんですよ。人生って努力しても、してもうまくいかない、挫折するってことは多くて、で、そういう時って基本諦めるんですよ。それを象徴してるのって、私 YouTube だなと思っていて、私今ありがたいことに YouTube の登録者数がですね、1890人ぐらい、いまして、今年中になんとか2000人行きたいなと。で、2000人行った時はですね、なんか YouTuber っぽいですね、質問コーナーとかやりたいななんかいう願望もね、あったりするんですけど、でも YouTube で、
1000人超えてる人って、その YouTube でね、動画投稿してる人の 10% ぐらいしかいないんですよ。めちゃくちゃ少ないんですよ。なんでこんな少ないかっていうと、実際 YouTube に投稿してみたら全然伸びませんと。こんなんもうやってられんわっつってやめてく人が多いから 10% しかいないんですよ。努力を続ける。まあ自分の動画投稿努力とはね、言わないですけども、やっぱりコツコツ頑張れる人って 10% しかいないの。だから基本挫折してやめてくんですよね。それが当たり前なんですけど、でも、メルト君は頑張れたんですよね。で、しかもメルト君って結構特殊で、やっぱ顔が素晴らしいっていうところで認められて芸能界入ってるわけですよね。顔がいいから、モテるからね、中1の頃に自覚するわけですよ。中3のね、先輩に食われて自覚する。で、クラスでもめっちゃモテはやされていたじゃないですか。で、そのクラスでモテはやされてる時、メルト君ってクラスメイトに囲まれてるんですよ。要は、自分のことを褒めてくれる人しか見えてないっていう状況なんですね。で、その外側には否定してる人がいるわけですよ。で、そこから目をそらしてる。まあ、そらしてるというか、そらすような現状になってたんですよ。でも、そこで目をそらさずに、ね、お前顔だけやんけっていう意見をちゃんと飲み込んでいって努力できてるんですよ、メルト君ってのは。めっちゃ素晴らしいんですよね、メルト君。いや、よう頑張ったなと。努力見ろってよかったなって、強く思ったんで、いや、今回の推しの子17話は、もうめちゃくちゃ、気持ち動かされたなと思った次第でございました。素晴らしかったですということで、以上で、感想を終わりたいなと思います。ぜひ皆様の感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おそらくどっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただければ幸いです。ハッピーラッキーみんなとの系で。